完全に抹消や、金,金プリ FC 動画全削除が、物議最後に残る動画。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ファンのために金プリをなくさないために二人残るんやなかった ?FC 動画削除って、完全に三人抹消やん。 5月22日に、平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25が、脱退することが決まっているキング、リンチェプリンス、キンプリ、キンプリ。平野と神宮寺は同日、岸は今週、ジャニーズ事務所からも退除し、キンプリは長瀬恋24と高橋海斗24の二人体制となる。 金プリ全動画削除にファン戸惑い、残る希望は、ファンたちがまだ心の準備ができていない中で、4月12日にショッキングな事実が明らかになった。3人が退場する5月22日に金プリのファンクラブ動画65本が全削除されるようです。これまで会員限定で配信されてきたウェブ動画は、特別インタビューや5人のわちあわちゃが見られると大好評でした。 金プリのファンクラブ会員は100番人いると言われており、3人の脱退発表後動画を見るために駆け込みで入会した人もい。しかし、説明もなく予定されていた配信期限が急遽変更され前倒しになったので、ファンはかなりショックを受けているようです。スポーツ上記者。実際、ネット上では、金プリ動画削除。本当にスマップン時と,とやること変わんないね。 これからアーシャがイラストになって映像も出なくなるんだろうよ。動画522で削除の件5人の金プリ否定するんだ。それじゃテレビでも過去映像を3人は映さないんだね。そうだよね、岩地。21年年退場の岩橋玄樹もカットしたもんね、ね。金プリの FC 動画を3人が離れる日に合わせて削除する鬼の所業。 翌日から申請金プリとも言わんばかりに。でもそれを見たくて会費を払ってきたファンはそこで終わられては困るんですよ。FC 会員の有効期限中に FC 動画を見る権利がある動画の視聴有効期限を一方的に前倒し変更、削除すると言い出すなんて。と戸惑う声が溢れた。 また、TikTok、Twitter、Instagram といった他の SNS の画像や動画も削除されるのではないかと心配が広がっている。今後の芸能活動が要因か、別グループのケースでは、セクシーゾーンへのメンバーだったマリウス派23が昨年末に脱退退場したが、彼が映っている動画は今も残されている。その扱いの違いにもファンは困惑しているという。 マリウスさんの場合は芸能界引退をはっきり明言されていましたが、キンプリの脱退組3人は海外進出を希望するなど芸能活動を継続する可能性が高い。別の事務所に所属することになれば、権利関係などの問題にもなるので、3人のためにも動画を削除した方がいい場合もある。ジャニーズが冷徹に過去を抹消するというのは言い過ぎだと思います。ファンの中には、 退除と同時に消すのは当たり前。三人はフリー素材ではないという意見も出ています。前でスポーツ上記者。ただ、金プリを守るために事務所に残る長瀬と高橋を不憫に思う声も上がっている。二人が残って金プリを守るはずなのに全て削除なら残る意味がない。この事態はメンバーは知ってるんかな 過去の動画削除するなら今まで出した CD 音源も流せないということでしょうかそれなら連会がティアラ、ファンの通称、のために金プリを残すっていう意味がないのでは権利関係の問題であれば、他の SNS なども脱退組が映っているものは、一席先次第ではファンクラブ動画と同様の対応を捉える可能性がある。 岩橋脱退後、当然のことながら、ジャニーズ公式サイトから彼のプロフィールやブログは削除された。ティアラ最後の希望は、岩橋が今も映っているデビュー曲、シンデレラガールのような YouTube の MV だろうか。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。